ランドキャニオン着いたんで行きましょう。なんとか暗くなる前に着けましたね。だいぶ急ぎ足でしたね。こんなとこまで行ってる。あ、怖っ。怖いけどすごいね。なんか本当あんなにポイントがさ、いっぱいあんだね、見るところが。確かに。しかもそのポイントとポイントがもうさ、30分以上離れてるの。ちょっとこれすごいんじゃないの？わあ！すごい。すごいね。やばいです。すげえわ。やばいっすね。なんて言うんだろう、なんか普通怖いとこって高いとこって怖いじゃん、はい、なんか怖くなくない？いや怖いっす本物に見えないんだけど大体俺足こうちょっとムズムズするんだけど、高いとこって。神聖な感じするね、あの辺とか。見合って、あれじゃん、フリーザの宇宙船とかの着陸するところみたいなドラゴンボールの世界観ですよね。もうなんとか星みたいな感じぐらい。もう地球です、ここは。これでもなんか長く見てられるね。ぼーっとできますよね、うん。この辺ぐらいまで行ってみる。そうですか。いいのか分かんない。まあ気をつけていただいて。なんか下降りれそうっちゃ降りれそうですけどね。ここまではだから。これすごい絵なんじゃないの。ないよね、そういうの。絶対やるなとか注意書き、まあ、そういうのもアメリカだなと思う。下だっていけそうですもんね、この感じ、うん、右側から。ここまではいけそうですよね。いいって感じだし、自己責任みたいな、うん、そういう。あ、ほら、あっちもポイントなんだね。うん、すごいです。さすがのグランドキャニオン。でも本当になんか来た方がいいっていうのが分かるね。いや本当に思わない？これやっぱりこれはもう見ないと分からないですね。こんなんじゃ伝わんないよね。うん、正直ほぼ臨場感です、これは。どんなにいいカメラを使っても伝わらない凄さがある。でもなんか人はこういうところからしかこう見ることできないんだもんね。鳥とかだったらさ、全部こう見れるんだよ、上から。これ多分ぼーっとしてこう心を落ち着かせてみるみたいな、なんかそういうのが良さそうな気がしない？します。
晴らしかった、ね、最高でしたね、地球を感じました、大地を感じました。やっぱ足を運ぶって大事ですね。もう降りていいの？危なっ、すごっ、うわぁ、すっげぇ、これは本気で危ないやつだ。うわ、息を飲むってこれだね。やれやれモーテルに泊まってますんで、ここがねルート66なんですよね。なんでなんかちょっとローカルな雰囲気があるから、買い出しついてに買い物行きましょう。もうギフトショップいいじゃん。お、なんかめちゃめちゃ良さそうな。Do not touch these plates. いい機能がしますね。でもこれ失礼なんでしょ。可愛い水だったね。めちゃめちゃ可愛いですね。こういうこれのステッカー欲しいよ。ここだけ消えてる、消えちゃってるの可愛い。こんにちは、こんにちは。確かに初めてこっちでこんにちはって言われました。いや、思いました。思いました、今。ボコボコにされる。タコスビーヤ、美味しそうですよね。何？ちょっとよくわかんないんだけど、わかるし。こういうの得意しょ。顔で言ってると思うんですけど、全然わかりません。そういうことですね。こういう料理だと分かる。いやメキシコ料理はちょっとわかんないですね。メキシコか。タコスとかだと思うんで。やっぱちょっと近いですよね。これ全部一緒に見えるんだけど、見えません。なんとなくナンバーフォーはいいと思う。トゥエンシアラダス。これ英語読みないんですかね。もう噛んでいこう。はい、どれ？え？どれがいい？僕は
じゃあ僕6。6？ はい。どれ 6？ それ俺だよ。あ、え、これ6か。あ、4ってこれしたのかな。はい。あ、6、6いいよね。なんか6引かれるよね。6いいかなと思ったんですけど、6ですか？いいよ。6でいいよ。いや、でも全然。ちょっとシェアしてる。そう、シェアが一番楽しめる。じゃあ、ここら辺のなんかわけわかんない。これとか言ってんじゃん。これ何？エンサラダデアサダ。どれ？番号振ってくんないけど。エンサラダデアサダってやばいけど。え？これはどれかな？じゃあこれ、それ。6。てかさ、ナンバー6？ いや、あとこの、どういった？これ？いや、はい、じゃあこれで、いや、ほぼ日本語。あ、Thank you。 飲み物はいいよ。飲み物はいいと思う。水もあるし。店内中の人に見られてるから大丈夫。閉めた方がいいんですか？開けてていいのか。閉めた方がいいかも。でもさっき開いてましたよね。はい、買ってきたんで、ちょっとモーテルに戻って食べましょうか。なんか多くない？3つのメニューぐらい頼んだだけなんだけどな。どれから行ってみようか。これから行ってみる。これ何？わかりません。どれが何だか新君でわかんないやつは俺もわかんないよ。でもチーズ、うん、ナスかな。ナスのドリアっぽい感じ。うん、もう美味しい。メキシコらしい。あ、なんかお芋、あ、お豆のスープみたいな。美味しそうじゃない。多分これ最後頼んだやつですね。うまっ。これラムかな。メキシコ料理も結構ボリューミーですね。これめっちゃうまい。多分だけど、そういうの食べてたから、アメリカのばっかりだったから。これうまい。別にアジアのわけじゃないけど、ちょっと味変できてる感じですか。うん、そういう、うまさ持ってます。いいですね。それサラダのやつっぽいですよね。これもうまい。これはビーフ。
ステーキって言ってましたね、これね。ステーキって言ってステーキサラダって言ってメキシコ料理いいね。結構ハマる人にはまりそう。ちょっとはなんかアジアのちょっと近い感じが少しあるから、和じゃないけどアジアンだから目に近いっていうか、多分2人とも求めてる味だよ、これ、いい欲しくない間違い